はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は2024年第一四半期にリリースが予定されているネバーグレイブ・ザ・ウィッチ&ザ・カースというゲームの体験版を遊んでみます。来月のネクストフェスに先駆けて注目の体験版が少しずつ登場し始めてきたので、私もね先駆けてできるだけたくさん遊んでいこうと思います。そしてね、今回は今話題沸騰中のパルワールドで知られるポケットペアの新作メトロイドバニアです。開発はポケットペアの子会社フロントサイド180が担当し、販売はポケットペアとなるようです。ゲームは探索に重点を置いたメトロイドバニアローグライク。呪われた帽子とともに自動生成されるダンジョンを探索して最下層を目指していくといった内容で、特徴的なのが主人公は魔女の少女ではなく呪われた帽子のようで、この帽子が倒した敵の肉体に憑依しながらダンジョンの最下層を目指していくことになるようです。まあ、体験版ではちょっと遊べないようですが、最大4人でのマルチプレイにも対応するとのことです。面白そうですね。早速やっていきましょう。はい、いきます。スタート。新しく始める。メトロイドバニアなんてね、ほぼやったことないよね。むしろメトロイドしかほぼやったことないような記憶的にはメトロイドしかやったことないような気がする。ディスクのね。魔法少女から始まるんじゃないんや。あ、しまった。オプションで、コントロール操作見とけばよかった。ジャンプと移動。攻撃ですね。とりあえず攻撃とジャンプしか、あ、攻撃ボタン2つあるみたい。まあ、とりあえず行きましょう。2段ジャンプはない。攻撃。この帽子のツバじゃないね。先っぽで殴るみたい。綺麗ね。これもまた売れるんかな。脅威攻撃。X。あ、今ここに女の子いてたんや。はい。この少女に憑依していくんやね、やっぱり。なかなか操作は軽快。脅威離脱。ああ、なるほどね。魔女の召喚。こんなことできるんや。なるほど、なるほど。あ、右側に離脱とか回避とか書いてあるよ。回避ね。はいはいはい。操作方法も書いてあるね。ジャンプ中に脅威離脱するとより高い場所でジャンプできるって。考えたね。ああ、なるほどね。で、呼び出すか。これは？あー、ローグライクなんで、この集めたものを使って、いろんな、こう、アンロックしていくんかな。脅威できるかな？あ、できなかった。に抜ける。全部の魔物に憑依できるわけじゃないみたいですね。離脱。呼び出し。なるほど。ある程度進んでからでいいね。へえ。あんまりメトロイドバニアやらんから、これが今これが斬新なんかどうかわからないけど。ああ、登れないんや。登れんのかな？はしご無理やね。人間じゃないと。帽子には登れないっぽい。なるほどね。隠し部屋があるね。おお。人間じゃないと開けれない。なんかある。石材。え？こっちだね。おっと、なるほどね。ここも人間じゃないと取れないんやね。活力のルビー所持している数だけ最大ヒットポイントに増加しますと。ダンジョンから脱出すると消える。増えたね。に
ける。敵はあのマットハンドみたいなだけですね。とりあえずしゃがむもできるね。あっちゃっちゃ、飛び道具ないんかな。あ、回避ね。今んところ斬撃しかないね。スラッシュしか下ありそう。え、どうやって行くんやろ。あ、いけた。何かあります。あります。飛び道具、スピリットショット、覚える。Y。これはどうやって回復するんやろ。あ、しまった。上から行った方がいいね。魔法使う。スピリットショット強いな。でも回数があるね。あと5発しか打たれへん。ピオルね、カウンターみたいなのあるんかな。上がある。下から行こうか。これは、なるほど、通常攻撃を当てると MP が回復するって。回避の敵の後ろに回り、あー敵の後ろに回ったらいいんや。間違った。なるほど、これね。攻撃みたいなあるんかな。こいつは毎日しか攻撃しないんで。はい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 、なるほどね。次のとこ行っちゃった。ボスっぽい。おお、ほうほうほう、全然聞いてないや。聞いてる？ちょっと聞いてるね。いた。めっちゃ全然やらんねんけど。あれれれれれれれ、おお、なんか蘇ったよ。お腹が空いたわ。こんにちは。大変な目に遭ったようですね。いざというときこちらのポーションをお使いください。いつでもこの教会にお立ち寄りくださいね。ポーション拾った。あそこは死ぬイベントやったかな。でも倒せる人は倒せるよね、あれ。粘ったら。まさかあの遺跡を調査してきたの。怪我はない？植物園、学院、無限回避やね。遺跡1階、右から、この祭壇の付近から村に行きます。村に行けば戦いに役立つことがあるかもしれません。おい、くしょ。村で何かありそうだ。神を。これ何？こっちが村かな？遺跡、火山。村に行けってことよね。村どうやって行くんやろ。
どこって言った付近から右から行けます。この祭壇の付近が、祭壇の付近ですね。すいません。ここですね。クエストみたいなのありそうね。さっきの戦いで村は壊滅状態なのさ。まずは瓦礫を撤去しなければ。おお、なるほどね。瓦礫撤去してたら素材が集まると。これを使って何かアップグレードできるんじゃないかということじゃないかな。OK かな、これで。まだか。こっちは。どうしたものかしら。家も店も全て壊れてしまった。村を建て直すにはこの瓦礫をどうにかしないと。はいはい。魔法は消えちゃうんや。なるほどね。ランダム生成、ローグライクですね。ダンジョン取得のアイテムとか全部消えちゃうと持って帰られないんや。帰れるかもしれんけど。助かった。瓦礫の中から見つけたこの素材を受け取って。はい。またあるね。あなたもしかして建築が得意かしら。試しに筒のブロックをいくつか立ててみてほしいの。え？建築要素あんの？もしかして。あるやん。すげえな。こうか。これか。好きに行けんの？どこに建てんの？うわ、こういうの、ここに建てろってことか。違うんか。まあまあ、この辺建てる？何個建てるって。もう土のブロック立ったの。この調子で村が元に通りになればいいけれど。建築要素あった。ありがとう、君のおかげで全ての瓦礫が片付いたよ。幾ばかりの、わずかばかりの絵だ。これを受け取ってほしい。お金。村の復興はこれから本番だ。よろしく頼むぞ。建築を試してみたらな、その調子だ。研究施設を建てれば金がかかるが、建物の種類を増やすことができる。試しに研究室を建ててみるといい。マジか。お、なんなん、建築とか、テンション上がるやん。ここか。ここまでしか無理なんや。こっちの方に建てようか。人出てきた。ふむふむ。こんにちは。僕はもともと宮廷で発明家をしていたんだ。昔から発明するのが大好きなんだ。早速だけど、浮遊剣の研究を進めてみよう。これが完成すれば君は使えるようになるよ。浮遊剣。魔法ですか。スピリットショットアンロックしてるね。お金でアンロックするんや。なるほど。はい、アンロック。装備できる？浮遊剣が完成したね。これでダンジョンにも浮遊剣が出るようになった。そういうことね。出るようになるだけで持って入れるわけじゃないんや。そういえば宮廷から持ち出した逃走用の、逃走のモニュメントの設計図があるんだ。君にあげる。設計図発見していくんや。ダンジョン内で。で、ここで作れるようになるというシステムでしょう。はい、アンロック。これで建物を建てれるってことね。逃走の。これですね。パッシブかな、これ。だよ。建築物の設計図は完成させるだけじゃ意味がないよ。ちゃんと建築してね。はい。今日は何を作る？特にないよね。これは？スキルツリーや。なるほど。剣術の強化。こういうのは大事よね。これは何で？お金ですね。お金と素材がいる。魔力吸収、強襲。はい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 。あげとこうか。おー。アンロックされた。なるほどなるほど。とりあえずこれでいいか。あのモニュメントは？
備え物を能力へと変える力秘めているとかどうとか、教会から遺跡1回戦向かうといいだろう。君ならダンジョンの攻略も可能かもしれない。おマジか、テンション上がるやん。こんなあんまアクション苦手だけど、やっぱアンロックっていいね。俺は、あ、ツールの使用回数が増える。お金が今余んないからな。なるほどね。よくあるメトロイドバニアなんでしょう。やらんからあんまわからんけど。このぐらいかな。びっくりマークないしね。もう一回行ってみよっか。クエストあるったらびっくりマークついてるね。今となっては村と呼んでいいのかわかりませんが、闘争モニュメントであなたの力を強化すれば、いずれ遺跡も踏破できるでしょう。どうかお気をつけて。ちょっと待って。もうちょっと強化しよう、ちゃんと。あ、お金ねえわ。肉とかいるんや。死んだら勝手に持って帰んのかな？戻らな。全部なくなるのかな？あ、これアンロックしていく。スキルね。アンロックした。おー、いっぱいあるやん。今ここしか行けないっぽいね。ちょっと今の状態じゃさっきのボスには勝てんでしょう。スピリットショット破壊したけど、なんか二段ジャンプとか出てきそう。ダメージ食らわんかった、ね、強いね。ダンジョン、あ、ランダム生成やから、やっぱダンジョンも変わるね。今はこれしかできないけど。わあ、怖っ。結構食らうね。ダメージ結構いくな。途中で戻る、死んでもの、ちょっと待ってね。素材今持ってるもん。うん、オッケー。これは死んだらどうなんやろ。なんか、お、なんだこれ。あ、やっぱ帰れるんや、ポータルで素材持って。多分使ってみようか。しょ。ポータル起動する必要が、あ、もう一つのポータル起動しなあかんて。ちょっと場所悪いな。戻ったで。これ破壊しても意味はない。あ、上もか。ちょ、あぶらぶら、あぶらぶら、あぶら。怖っ。これね。これで使える。街へ帰れるんじゃないんや。移動できるぞとね。ポータル同士。ちょっと体力回復したいな。ポーションあるね。LT。間違った。LT どっちや、あんたやった。あ、まあ、OK ですね。60回復しますね。うわ、こんなん難しいわ。帽子か。離脱 L、 あれ当たった。なかなか高難易度なんちゃうこれ。はい、なんかあった。祝福。あー、こういう要素もあるんですね。退避時に毒の霧を、腐敗の霧を発生させる。ヒットポイントが減ってない敵を攻撃した際、霊気状態にする。ちょっと腐敗の毒の方がええんちゃう。おお、別にこれ制限があるわけじゃなさそうですね。ポータルあるね。おっちゃんもないかな。はい、ポータル同士は移動できます。なるほどなるほど。
あいだ。下手くそだ、ね、やっぱり。来いよ。なるほど、背後攻撃するとどうもちょ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 いいみたいね。よし、ヒットポイント回復出た。 B、 なるほど。ん、呼んでなかった。これはおお、何個増やせるか知らんけど、勝手に飛んでいくんかな。パネルみたいでかっこいいね。使いたいんだけど、これ。うわ、やべ。ちょおおおおおお、ちっちっち、どうやったっけ、これか。はい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 。ちょっと指出すに近い。こうね。はいはいはい。おおお。開いた。ちょ、死んじゃうとどうなるんだでしょうね。死んじゃうと持って帰ってきてんのかな。能力は、能力じゃない、アイテム。あ、持って帰ってきてるね。これを繰り返してアンロックしていくっていうことですね。まあ、とりあえずは今の時点では攻略するんじゃなくて、できるだけ強化してた方がいいね。何度か遺跡に行ってみたいだね。荷物の中から生存モニュメントの設計図を見つけたんだ、君にあげる。生存のモニュメントを使えば君はもっと頑張れる。なるほどね。これは体力回復できる建物かな、ダンジョン内で。え、生存モニュメント設計図もらったよね、今。設計がアモニメントで強化可能か。これね。あ、ちょちょちょ、立てなあかん。ねえじゃん。あれ、トーストのモニュメント、製造のモニュメントを強化すれば君は今よりも強くなる。完成可能な設計図あるモニュメントで強化可能。あ、これね、作らなあかんのか。設計図、ここで作る、かな。で、建築できるってことかな。生存のモニュメントって防御っぽいね。縦マークですかね。はいはいはい、体力増強とかですね。なるほどなるほど。受けるダメージ減少。あ、最初のうちはこの辺アンロックしていくんが、攻略の糸口ですね。なるほど。いい時間になってきたね。これはかなりやりごたえありそうですね、アクション好きな方には。はい、今回は以上となります。はい、今回は2024年第1四半期にリリースが予定されているネバーグレイブ・ザ・ウィッチ&ザ・カースというゲームを遊んでみました。遊んだ感じはアクションが苦手な私でもかなり手触りのいいねアクションで、まあ、グラフィックも可愛くとっつきやすい印象でした。基本的には魔女に包囲して進むシステムみたいで、今回は出てきませんでしたが、一部の魔物にも憑依することができるようです。最初ね、敵から受けるダメージ結構でかいなと思いましたが、まあ、死に戻りでキャラクターを強化すれば、かなり難易度が下がってね、遊びやすくなっていくようですね。もうちょっとこれはね、もう少し遊んで全部アンロックして、ゴーレムみたいなボスに挑戦したいと思います。今回は以上となります。
本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。